兄様。フレイヤ、よく戻ってくれた。危険な旅だったろうに。兄様こそよくぞご無事で。激しい戦いだったと聞きました。フレイヤ様、無事のご帰還何よりでございます。おかげさまで。フレイヤ様、いまだ兄君を頼っておいでね。もはや別の道を行かれる時ではありませんか。兄様と私は一心同体、余計な心配は無用です。我キューレのブリュンヒルデ。そうでしょうとも。ですが次の戦いでは兄君もあなたを守る余裕はありますまい。守られる必要はありません。私も立派に戦ってみせましょう。ならば結構です。次こそはミズガルドの命運をかけた決戦、最大にして最後の戦いになるでしょう。巨人族の目的はロキの奪還だ。巨人の軍勢がロキの元に向かっている。ミズガルドの全軍勢でこれを迎え撃つ。負ければロキが復活し世界は滅ぶ。決戦だ。最終決戦の時、ミズガルドの全軍勢が揃ったのに、巨人どもに目にもの見せてくれよ。うん、ロキという巨人、復活すれば世界が滅ぶ。神々にそこまで言わせると、そこ知れぬ化け物よ。敵に奪還されてはならん。何としてもな。なら退却は考えられない。自分がどれほど強大であろうと全身あるのみ。待ち伏せだ！奇襲か？ねえ、人は真似を。カラバンテル隊、止まれ！砲撃の準備をせよ！待ち伏せとは、巨人族にも頭の切れる奴が多いよ。砲撃！
ス姫、わしの血が騒いでさ、戦士を集え、友人に人を吹かせに行くぞ。おー！